ゆっちゃんねるです。今日は横浜市関内にやってきています。関内にありますこちらシナモンガーデンさん、はい、こちらもしかしたら見覚えのある方もいらっしゃるかもしれませんけども、こちらですね、神奈川県の南林間という方にですね1号店があるんですけど、そちらの2号店に今日はやってまいりました。では早速行ってみたいと思います。行ってみよう。あ、こんにちは。どうも。いいね、これが、こちらの絵がいい、いい感じですね。あ、そうなの。いやー、これこの入り口のやつ好き。ということでやってきましたけど、お酒なんかもあるんですね。スリランカのお酒もあるし、ライオンビールもあると。ライオンビール、アラックもあるんですね。はい、ということで今日は私ラッチにやってまいりましたんで、いただいてみたいと思います。はい、こちらがカレー三種、はい、ナスプレートでございます。はい、客様向かって右から日替わりのブリのカレー、真ん中がダールカレー、こちらがチキンカレーとなっております。はい、こちらカレーをご飯の方にかけておかずと混ぜながらお召し上がりになってください。はい、てっぺんに乗ってるものがカツレットというですね、サバのコロッケ、ね、こちらがパパダンという豆粉のおせんべい、こちらがポルサンボ ル、はい、こちらがコラサンボ ル、こちらがアッチャールというものですね。はい、これは何だ。これはこちらはサラダですね。サラダですね。はい、こちらもナスです。ナスで、こちらがインゲンなんですけど、こちらが桜エビと桜エビココナッツの削り粉を最初に炒めた、はい、ふりかけのようなものになっております。これご飯は何に使ってるんですか。ご飯はバスマティーライス。バスマティーライス、サラサラっとしていて、はい、カレーともすごく相性が良いお米になっておりますので、うん、はい、わかりました。じゃあこれを混ぜて召し上がるってことですね。はい、そうですね。最終的には全部混ぜていただいても何食べてるか分かんないけど美味しいみたいな感じにはなるんですけれども、うん、はい、もしよろしければ最初1種類ずつ、そうですよね、はい、どんなお味か試していただいて、はい、味変をしながら召し上がっていただけるとよろしいと思います。そうですね、はい、まさにそれが正解です。あ、よかったです。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、では早速いただいてみましょう。こちらがランチの3種のセットです。今日の日替わりは魚、ブリということです。では恒例の最初パリップチェックがいきます。ここはちょっと汁な感じで、とても優しい感じですね。全然辛くない休める感じのパリップカレーです。日替わりということで魚カレー、ちょっと酸っぱ辛いみたいな感じですけども、魚の風味がしてきます。美味しい。ではチキン、辛い色になってますけどどうでしょう。うん、いや辛いけどしっかり煮込んであるというか、しっかり作り込んであるようなそんな感じの、あ、お肉も柔らかくて美味しいです。ではオラサンボル、あ、しっかりココナッツの味もしながらちょっとさっぱりした感じで、オルサンボル、こちらは辛くなくてココナッツの甘みを感じられるようなオルサンボルでございます。あっちゃう、美味しそうですね。あっちゃう、あ、これも甘くていい感じです。このあっちゃう、インゲンもいいですね。これもしっかり作ってある感じ、うまい。こちらが、あ、これも甘い感じでふりかけのような感じで美味しいですね。で、あとナス、うん、はい、こちらはナスの味がしっかり感じられるようなサラダ、うん、さっぱりした感じだけどスリランカを感じます。サバダン、うん、サバダンもいい感じです。そして最後、じゃあカトレットをいただいてみましょうか。うん、ちょっと上品な感じ、うん、でも美味しい。いろんな味がして美味しいし、これこの色合いが素晴らしい感じで食欲誘う感じです。では早速こちら全部混ぜ混ぜしていただいてみたいと思います。
はい、こちらデザートワタラッパンでございます。ワタラッパン、はい、ココナッツミルクを黒糖スパイスで仕上げているスリランカではもう定番のスイーツになっております。そうですね、はい、ありがとうございます。ワタラッパンです。もうこちらはね、スリランカ料理ご存知の方だったらもう定番中の定番のデザートなんですけど、こちらもですね、作る方によって全然味とか違う感じになるんですけども、ちょっとこちらは汁っぽい感じですけど、どうでしょう。ああ、とても濃厚。でもそんなに甘くないみたいな感じですかね。カシューナッツも乗ってて、とても美味しいです。この器も多分ココナッツの殻を使って凝った感じでいいと思います。はい、ではいただきます。おい、いただきまして、ごちそうさまでした。こちらはですね、シナモンガーデンさんの館内店ということで、今年のですね、2月13日にオープンしたということなんですけども、やっと来ることができました。南リンカーの方はですね、何回も行ったことあるんですけど、こちらは初めてでしたけども、とても繊細な味といいますか、スリランカのドーンとくるようなインパクトはないけども、でもまとまった感じがして、それぞれしっかり作り込んであるような、そんな和風にも似たような、出汁感のあるようなスリランカカレーでございました。デザートのワタラッパも非常に美味しかったんで、ぜひですね、こちら横浜館内ですけども、なかなか横浜方面でスリランカカレーの店少ないので、横浜方面に来た際はですね、シナモンガーデンさん、お立ち寄りください。というわけで、今日は横浜館内にありますシナモンガーデンさんからお届けしました。はい、ありがとうございました。おい。